こんにちは、三角です。今日はよくご質問いただく着物の時の履物について、私の手持ちのものを紹介してみたいと思います。我が家のシュークローゼット、よいしょー。全然見せれる感じじゃないんですけどね。中に何が入ってるか分かるように箱に写真を貼ってたりしますね。まずですね、今日の浴衣コーデにはこのスニーカーを履こうと思っていました。今日は全体的にちょっと重い浴衣姿なので、こういう重厚感のある靴がいいかなと思って、襟も黒いし、夏帯だけど軽やかではないです。こちらシャネルのスニーカーでちょっと重厚感があります。こちらオックスフォードシューズ、あとジェフェリーキャンベルの厚底ブーツ。はっきり言ってどの着物にも合います。カジュアルな着物にも合うし、ヘビーな着物にも合うし、厚底はね、手が伸びる効果もあっておすすめで、これはギラギラしてるので着物のニュアンスと合わせても良きかな。これはシーズレイで買ったはずですね。このタイプって、まあ、いろんなところが出てるので、いろいろ見つけやすいと思います。これは歩きやすいし、走れるし、すごい使ってるかも。で、このジェフェリーキャンベルの靴はオンラインでも売ってるけど、私はラフォーレ原宿で買いましたね。まあ歩きやすい。この辺からこう可愛いアビエタージュのタイツとか見せるのが好きです。これはマーチンのブーティーですね。ハイヒールなのでちょっとスタイルよく見えていいなというので使ってます。あとこれは最近手に入れたスポーツマックスのブーツですね。あとはレインブーツがあります。これはエコのレインブーツです。冬によく履いてるかな。色が褪せてきたので、靴積みで磨いたりして大事にしています。スニーカーです。ちょっと色がくすんできたけど、スケッチャーズのスニーカー。これは着物の中になんかピンクとか赤とか入ってる時に履いたりします。こちらビビアンとバンズのコラボのスニーカー。これもやっぱ着物の中に黄色が入ってたりすると履いてるかな。スニーカーはね、歩きやすいし、っていう方にも着物にもいいと思いますよ。そしてパンプスです。パンプスも着物によく合う。こちらエナメルが可愛いと思って買ったダイアナのパンプスです。これ多分ネットで買った。特になんてことはない黒いパンプス。あとは着物っぽいやつですね。よく履いてるのはシアカレンブロッソの通り。歩きやすいんですよね。この台がクッションで。ここシマウマがついてますね。下駄はあんまり履かないけど、ロージャポさんで一昨年ぐらいに買ったかな。この月がかっこよくて、こう浴衣の時に裸足で履くぜと思って買いました。あとこちら、水鳥さんの下駄サンダルですね。これも下駄のふりしてめちゃくちゃ歩きやすいので、よく履いてます。なんならちょっと洋服の時にも履いてます。歩きやすいし、カコカコなって、かっこいいんですわ。こちらにはカラフルな草履。これは友之助先生が作ったやつですね。こうアシンメトリーで左右柄が違う。なんて可愛いの。ここにもう一つ視野が出てきたね。これ最近購入したのでまだ全然履いてないんですけど、ちょっと綺麗めな格好をするときに使えそうと思って買いました。カレンブロッソ。シマウママークでございますね。裏もなんかちょっとシマウマ風にシマシマになってます。こちらが、これはフォーマルな草履ですね。台が厚いものがフォーマルらしいんですよね。で、白い鼻緒で、はい、とてもアフォーマル。これは結婚式の時ぐらいしか今は履かないかなと思いますね。でもやっぱ一足あると便利です。あとフーマのサンダル。汚いな、おい。こういうのも浴衣の時は普通に履いてっておりますね。こちらは、ビビアン・ウェストウッド・ワールズ・エンドで買ってまいりましたブーティーです。猫足です。かわいいです。で、パイソンです。ヘビ柄です。なのにちょっぴりスポーティーな雰囲気も漂っておりまして、これは剣を持った手じゃないでしょうか。強そうです。これはロンドンで買いました。大好き。これを履いてるだけでおしゃれな気持ちになれるいい靴です。ほんでまあ、おしゃれな靴自慢といえば、マルジェラさんの、じゃーん、タビ。私はブーツは持ってない。いつか欲しい。これはサンダル、こう、ぺったんこで歩きやすいです。普通の靴屋さんで買ってくれました。いつも同じところに出るかな。やっぱね、かわいいですよね。このフォルム。いやー、見ているだけでキュンとくる。はい。そしてこちらは、マルジェラ MM6 の
ちゃんと綺麗でございます。あー、はい、厚底で可愛いです。上から見ても可愛いです。どんな調整をしたかというと、ちょっと歩きにくかったので、靴のこの底を剥がして、こっち側にクッションを入れて、こうパカパカしないようにしてます。いつもやってくれてる靴の裏張りのお兄さんが、そういう風にしたらどうかと提案してくれて、で、微調整を重ねて、私の足にフィットしました。最初は靴ずれで超大変だった。新しい靴ってね、そういうもんですけど、可愛いから履いちゃいました。あはー、可愛い。ちなみに靴下はキワンダキワンダの靴下ですね。おしゃれな靴から、ちょっと可愛いデザインが覗くとか、とても素敵だと思います。で今履いてるつっかけは、原宿のどこかで買ったやつです。チャイナな雰囲気で可愛いんですけど、さすがにちょっとくたびれてきてしまったので、あんまり外には入っていかないかな。あとはですね、夏こういう普通の B さんみたいなやつ、浴衣の時は出ていきます。シンプルな黒だったら全く問題ないような気がします。あとは丸子の地下足ですね。これも素足で履いちゃって、なんか洗えるから衛生的ですし、歩きやすい。とても。重宝しております。和装の靴である人は別にいないと思いますので、お手持ちのね、いろんな着物とか浴衣に試してみていただけたらいいのではないでしょうか。じゃあ、そんな形で今日は以上とさせていただきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ、チャンネル登録を、そして高評価ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。それではまた、ありがとうございます。